的玉を激しく散らすポケットビリヤードのブレークショットブレークショットはポケットビリヤードスヌーカーのゲーム開始時に行われる最初のショット密着して並べられたボールの配置を崩して散らすために行われる単にブレークと呼ばれることも多いポケットビリヤードでは通常のプレイでは利用しないような非常にハードなショットを行う競技が多いため ブレイクショットに特化されたフォームとブレイク球を用いてブレイクを行うのが一般的である。キャロムビリヤードでは初球を突くことをサーブという。ブレイクショットはブレイク権を持ったプレイヤーが行うことができる。対戦開始時のブレイク権はバンキングで決定される。バンキングの勝者はブレイク権を得るかどうかを選択できるため、競技によりブレイクするかしないかを決めることができる。 ブレイク券の決定は、バンキングの他にジャンケン、コイントスなどで決定されることもある。対戦のオープニングを飾るブレイクを、オープニングブレイクと呼ぶ。中規模から大規模のトーナメントや、選手権大会などでは、すべての参加選手が会場内の対戦テーブルについて、ブレイク券を決定した後、大会開始の掛け声とともに全員が、一斉にオープニングブレイクを行う一斉ブレイクが、行われ。 大会に花を添える。2ラック目以降のブレイク権は次に上げる方法で決定される。前回のラックで勝ちとなったプレイヤーが次のラックでブレイク権を得られる。ウィナーズブレイク、アルティメットブレイク。前回のラックで負けたプレイヤーがブレイクする権利を得られる。ルーザーズブレイク。前回のラックにおける勝敗にかかわらず、ラックごとにブレイク権が交互に 他のプレイヤーへ移るオルタネートブレイクがある。どのブレイクルールが採用されるかはトーナメントごとに異なるため、試合要項などの確認を要する。なお、14から1話にラック目以降よりコンティニュアス、ブレイクとなり、ボールを取り切ったプレイヤーが継続して、ブレイクを行う権利を有するようになる。ウィナーズブレイクの場合、ブレイク権を得られれば、相手プレイヤーを一度もテーブルに着かせることなく、 その試合に勝つことも不可能ではない。実例を挙げれば、2007年世界ナインボール選手権の予選で行われたフランシスコ、ブスタマンテ対定英和の一戦では、ブスタマンテがコントロールブレイクを用いて、定英和に一度もショットさせることなく9から0での勝利を披露した。従って、オープニングブレイク権を持っているプレイヤーは有利となる。オルタネートブレイクの場合、 オープニングブレイクを行ったプレイヤーは、奇数ラック目のブレイク権を有することになる。両プレイヤーがそれぞれ勝利するために獲得しなくてはいけない、ラックの数の輪が偶数となっている場合において、対戦の最終ラック、つまりどちらのプレイヤーも、あと1ラック獲得をすれば勝利できる状態にもつれ込んだ時は、オープニングブレイクを行ったプレイヤーが、ブレイク権を持つこととなるため、 オープニングブレーク権を得ることが有利となる。ポケットビリヤードではヘッドストリングより手前からブレークを行うスヌーカーは D ゾーンと呼ばれる半円状のエリアからブレークを行うブレークショット手玉を特定のエリア内に置いて行わなければならない。特定のエリア内のギリギリにボールが置かれた場合、 手玉の設置面がその範囲内にあるかどうかで適正な位置に置かれているかどうかを判断される。ポケットビリヤードでは長辺に描かれたポイントマークがヘッドレール側から数えて2つ目までの範囲をキッチンと呼び手玉をこの範囲に置いてそこからブレイクショットを行う。キッチンの境界線に手玉の接地面が来た場合 NBA ルールではエリア内とされるがそれ以外のルールでは エリア外と判定されるファウルになることもあるため注意が必要である。また、ルールによっては、ブレークする領域をさらに左右1ポイントずつ狭めたブレークボックスが採用されることがある。このブレークボックスは主にナインボールの競技大会で採用されるが、インターナショナルプールツアーなどエイトボールの競技大会においても採用されている。ブレークボックスが採用される理由は、 サイドレール付近からのブレークショットすることを制限するためであるが、個々の理由については口実する競技に特有のブレークショットを参照のこと。スヌーカーのブレークショットはボークラインと呼ばれる線に接した半円の範囲内にある D ゾーンと呼ばれるエリアから行う必要がある。口実するセーフティブレークが基本となる。ハードブレークはポケットビリヤードとりわけ ナインボールやエイトボールなどの競技で用いられる非常に強烈なパワーで繰り出されるブレークショット、パワーブレークとも呼ばれる。これらの競技はブレークショットをした場合にボールがポケットへ落ちることで同じプレイヤーが引き続いてプレーすることができること、またテーブル上にまんべんなくボールが散らばった方がすべてのボールを取り切れる確率が上がり相手につく機会を渡さず、 そのラックを制することができるようになるため、パワーだけでなく、ブレークインを狙った正確なコントロールが要求される。ただし、勢いよく転がる的玉が、クッションや他の的玉と衝突して複雑な動きをするため、それらの的玉に引かれて、手玉がスクラッチする危険もはらんでいる。ハードブレークは、時速 40km を超えるほど凄まじいスピードで、手玉が繰り出されることもあり、 衝撃が球に蓄積してティップが剥がれる、シャフト自体が割れるなど球の一部が破損することがある。ハードブレークは蒸気の競技において非常に重要な位置を占めていることもあるため、ポケットビリヤードではブレークショット専用のブレーク球が開発された。一般的な球のティップは革製であるが、ブレーク球にはフェノール樹脂などの樹脂製のティップが付けられているものもある。 しかし、ラックスポットシールなどの登場により精密なラックが組まれるようになると、例えば、ナインボールでは、ハードブレイクを用いずとも、ブレイクインが容易に狙えることが知られるようになり、次のソフトブレイクが用いるプレイヤーが増えた。ハードブレイクとは、対照的にパワーを重視せず、通常のショットよりやや強めのショットで行う、ブレイクショット。ボーラードなどの競技で利用され、 ブレイク後の手玉の位置や的玉の散り方をプレイヤーがある程度コントロールするためコントロールブレイクとも呼ばれる。主にスヌーカー14から1などで用いられるブレイクショット。ラックの形をほとんど崩さず、かつ次の相手がつきづらい位置に手玉をコントロールし、相手がポケットせずにラックを散らしてこちらが有利になるようなショットをしたり、ミスショットそのものを誘う。スヌーカーの場合は、 D ゾーンからカラーボールの間を縫ってブレークを行い赤い球を少し崩してまた D ゾーンにあるカラーボールの裏に戻すようにブレークを行うこれはスヌーカーのルールが赤い球を最初に当てなければならないためである14から1の場合はウィングボールをかすめるようにブレークを行い手玉をヘッドレール側のクッションに接触させてしまい相手がつきづらい形に持っていくンボール テンボールの一部のルールにおいてブレーク後のプレイ権を有するプレイヤーはプッシュアウトを選択することができる。プッシュアウトを選択したプレイヤーは手玉を好きな位置に向かって突き難解な配球を相手プレイヤーへ渡してショットするかしないかを選択させることができる。例えば自分はジャンプショットが得意であり相手プレイヤーはジャンプショットが苦手な場合 自分は攻められる確率が高く、かつ相手プレイヤーにとって攻めづらい配球にすることができる。プッシュアウトにはこのような心理的な駆け引きの要素が含まれる。以下がプッシュアウトの概要である。プレイヤーはレフェリーに向かい、プッシュアウトをコールする。ルールによっては相手プレイヤーがプッシュアウトを承認するかしないかを選択できる。プッシュアウトが承認されたプレイヤーは、 任意の場所へ向かって手玉をつくことができる。この時、最小番号ではない的玉へ当てても構わないし、どの的玉へ当てなくてもノータッチファウルは取られない。また、ノークッションファウルも取られない。ただし、スクラッチしたり、手玉が場外へ飛び出した場合はファウルとなる。ショットの後、プレイ権は相手へ移動する。相手はその状態から自分がプレイをするかしないかを、 選択することができる。パスをすると元のプレイヤーがショットを行わなくてはならない。このようなルールが存在するのは、これはブレイク後の配置という偶然の要素によりプレイヤーの技能が十分に発揮されないことを避けるもので、その偶然の要素を均衡させるためである。したがってブレイク後の配置が難解な場合にプッシュアウトが選択されることが多い。 プッシュアウトの際に落とされた的玉があった場合、テキサスエクスプレスルールであれば落とされたその的玉は、フットスポットへは戻さない。ただし、9番ボールを落とした場合は、フットスポットへ戻す。なお、日本では、シュートアウトと呼ばれることもあるが、原義からすると誤りである。シュートウトは、英語では、激しい攻防を意味するため、英文で書かれたビリヤード関連文書には、 その本来の意味で単語が登場する。ブレークランアウトとは、ブレークインさせた後、一度もシュートミスをせずに、テーブル上に存在するすべての的玉を取り切ることを指す。日本では俗に、マス割と呼ばれ、ビリヤードを始めたばかりのアマチュアプレイヤーが、目標の一つに掲げることが多い。ブレークショットを行った際にブレークインしなかった場合、テーブル上の配置はそのままに、 プレイヤーの交代となるが、この交代したプレイヤーが一度もシュートミスをせずに、テーブル上に存在するすべての的玉を取り切ること裏、マス割り、通称裏マスという。裏マスは、ブレークインされていないためマス割りを出す場合よりも、余分な個数のボールをポケットさせる必要があるが、マス割りほども手早されない。また、一度もシュートミスをしなかったが、テーブル上に、 いくつか的玉が残っている状況、例えばラックの途中にコンビネーションショットを使ってゲームボールを入れたような場合は、マス割りとは呼ばない。しかし、コンビマス割りなどとしてマス割り扱いする場合もある。マス割りをした後、次のラックもマス割りした場合は連マス。連発と呼ばれ、2回連続マス割りであれば、2連マス、2連発、3回連続マス割りであれば、3連マス。 三連発と呼び、公式、非公式を問わず記録として残されている。マス割りという言葉は、昭和20年頃の日本において、すでに存在していたことが知られ、ポケットビリヤードといえばローテーションであったという当時、ローテーションをブレークランアウトした場合に、マス割りと呼ぶようになった。語源ついては、藤間和夫がマスを割ってそのまま取り切るという意味からであろうと、 QS 市場で語ったが、同氏はさらに当時を知るプレイヤーたちの協力により、ナックは、マス、ブレイクは、割と呼ばれていたことを、複数の証言情報としていて、調査結果を発表、漢字で、マス割あるいは、マス割と表記することに間違いないと結論付けた。ブレイクエースは、ナインボールやテンボールで、ブレイクショットを行った際、ゲームボールとなる9番ボールや10番ボールがポケット、 されること。俗に、エースとも呼ぶ。エイトボールではルールにもよるが、日本ビリヤード協会の公式ルールでは、ブレイクショットで8番ボールがポケットされても、ブレイクエースとはせず、フットスポットへ戻すあるいは、ラックを再度組み直し、ブレイクショットをやり直すという、いずれかを選択するようになっている。ナインボールは、他の競技と異なり、 長辺側からブレークを行うサイドブレークがよく利用される。これはブレークした際に9番ボールの両隣にあるウィングボールがポケットされやすいためでしっかり組まれたラックであればブレークした長辺側のウィングボールがコーナーポケットへ向かうことが知られている。また1番ボールがサイドポケットの方向へ向かって転がっていく。 正確にラックが組まれている状態でソフトブレークを用いれば飛躍的にブレークランアウトの確率を上げることができるため主催者が競技の醍醐味を損なうものだと判断した場合ブレークボックスと呼ばれる手玉の置ける範囲を狭めたルールを採用することがあるアールストリックランドは QS のインタビューでサイドブレークも私が最初にやってみんなが真似をしたと語った スリーポイントルール2010年頃よりソフトブレークへの対処としてスリーポイントルールを採用するトーナメントが出現した。スリーポイントルールでは正常なブレークショットを行った後ポケットされた的玉の数とヘッドストリングを超えた。的玉の数が合計で3個以上でなければならないという条件が加えられる。 このスリーポイントの条件を満たせなかった場合、ブレークインされたかどうかで処置が分かれる。ブレークインした場合は、相手プレイヤーにプレイ権が移る。プレイ権を得た相手プレイヤーは、現状の配置のままでプレイを続行するか、あるいはパスするかを選択できる。プッシュアウトを選択することはできない。相手プレイヤーがパスを選択した場合、ブレークショットを行ったプレイヤーにプレイ権が移り、 現状の配置でプレーを続行するか、プッシュアウトを選択できる。ブレークインしなかった場合は、相手プレイヤーへ交代となり、相手プレイヤーは、現状の配置でプレーを続行するか、プッシュアウトを選択できる。なお、スリーポイントの条件が満たされない場合に発生した、ブレークエースは無効とされ、ポケットへ落ちた9番ボールは、フットスポットへ戻される。 ナインボールの変形ルールの5から9においては、あるラックで9ボールをポケットし、同時にキッチン内へ手玉を送る必要がある。これに失敗すると、ブレーク権を失い、次のプレイヤーにブレーク権が移る。キッチン内へ手玉を入れることに成功し、ブレーク権の保持ができた場合、手玉が止まったその位置から次のラックのブレークを行わなければならない現状ブレークというルールもある。ローテーションでは、 テーブル上に残った最後の的玉を入れた後に、キッチン内へ手玉を送る必要がある。これに失敗すると、ブレーク券を失い、次のプレイヤーにブレーク券が移る。キッチン内へ手玉を入れることに成功し、ブレーク券の保持ができた場合、手玉が止まったその位置から次のラックのブレークを行う。ボーラードのブレークショットは、他の競技と異なり、 スクラッチなどのブレーキングファウルを犯さない限りは合法的なブレークとなり次のショットが失敗するまでが第一イニングとなる。なおブレーキングファウルを犯した際にポケットされた的玉が存在していた場合はポケットされた的玉をすべてフットスポットへ戻す。14から1はブレークショットを含めすべてコールショットが適用される。しかしブレークショットで 指定の球を指定のポケットへ入れることは容易ではないことからバンキングの勝者はブレーク券を相手に譲るそこでブレーク券を持ったプレイヤーはラックをあまり崩さずかつ相手につきづらい配置となるようセーフティブレークを用いるこのような競技の特性から14から1ではブレーク時にクッションへ入れるべき的球の個数が通常の競技よりも少なく2個以上と設定されている 14から1話にラックメイコが他の競技と異なり特殊性がある。14から1話、本来14から1コンティニュアースと呼ばれる。これはテーブル上にボールを一つ残したまま、残りの14個の的玉を使って新しいラックを組み、事実上ラックが途切れないで続くことに由来している。テーブル上に残った全ラック最後のボールはブレークボールと呼ばれ、このボールをコールショットでポケットし、 同時にキャノンショットでラックに手玉を当ててブレークする。点数を継続しているためにややハードなショットを用いて、的玉をテーブル上へ散らす必要があるが、キャノンショットを使ってブレークを行うため、どの的玉をブレークボールとして残すのか、ブレークボールに対してどの角度から手玉を当てると、ラックが綺麗に散らばるのかなどを考慮し、戦略を立てる。また、 二ラック目以降で注意が必要となるのは、手玉とブレークボールを現状の配置のままで新しいラックを組むという点である、もし手玉やブレークボールが邪魔で新しいラックが組めない時はルールに従って手玉やブレークボールを各スポットへ移動させる必要がある。また、14個目の的玉をポケットした際にブレークボールが同時にポケットされてしまった場合は有効なショットとなる。 ため、15個の的玉を使って、ラックを組み直す。この際、手玉は、現状のままであり、ラックを組む際の邪魔になるようであれば、ルールに従い手玉を、キッチン内へ移動させる。ブレイクランアウト、ビリヤード用語を名前に関した、競争場。ありがとうございます。